皆さん、こんにちは。いつもご覧くださいましてありがとうございます。安倍の生命が古典作品にどう書かれているかシリーズでご紹介していますが、今回で一旦最終回となります。アシア・ノーマンとの壮絶な対決については、いつか改めてご紹介する予定です。最終回は、大鏡の火山天皇の出家のエピソードです。生命の出番は短いですが、藤原氏による摂関政治の完成が加速する重要な事件となっています。ぜひ最後までご覧ください。火山天皇が即位した2年後、まだ19歳という若さで衝撃的な出家をしてしまうお話です。藤原道兼が火山天皇のクロードだった頃、日頃から天皇に、天皇が出家したら、私も出家して、弟子となって、おそばに仕えましょう、と、いつも言って、約束をしていました。ある夜、火山天皇は、道兼と示し合わせて、こっそりと火山寺に向かいます。目的は出家で、このことは誰にも告げていません。有明の月が明るかったので、天皇は道兼に言います。こうも明るいと丸見えではないか。どうも気が引けてきた。道兼は、そうはおっしゃられましても、今更中止するわけにも参りません。もう、神事も奉献も、すでに、皇太子のもとにお渡りになっておりますから、と言います。もちろん渡してしまったのは道兼です。しばらくすると、天皇は、普段から話さず持ち歩き、しょっちゅう読んでいた、少し前に亡くなった、古貴殿の女房の手紙を、忘れたことに気づきます。天皇が、取りに戻るので、しばらく待て、と、言うと、道兼は、どうして、そのように未練がましいお気持ちになられるのでありますか。この機会を逃せば、差し障りが出てくるに違いありませんと、嘘泣きして必死に止めます。道兼が、天皇を連れて、火山寺に向かう道中、土御門通りの、安倍の生命の家の前を通ります。ここで安倍の生命が登場するんですね。生命は手をパンパンと打って、すぐに牛車の支度をしてくれ。帝に報告をしなければならぬ。帝のご退位を思わせるような天候の異変があり、しかもすでに事はなってしまった可能性が高い。続いて式神に指示を出します。取り急ぎ様子を確認。分かり次第報告を頼む。すると人の目には見えない何かが戸を開けて生命に報告します。ただいま、ここをお通りになられているようです。天皇は、生命のこの声を聞き、覚悟の上の出家とはいえ、胸がいっぱいになるんです。随分急な登場ではありますが、生命の能力の高さがよくわかるエピソードです。でも、登場シーンはこれで終わりです。火山寺に到着すると、天皇は早速剃髪します。次に道兼が剃髪する番ですが、道兼は、この状況で信じられないことを言うんです。一旦家に戻って、父に、出家前の姿をもう一度見せようと思います。そこで、天皇と、ご一緒に出家をする事情を申し上げて、必ず戻って参ります。天皇は、私を騙したのか、と、涙を流します。いかがでしたでしょうか。後に、この事件は、カンナの変と呼ばれるようになります。この筋書きを作ったのは、道兼の父の、藤原兼家です。火山天皇は、公職な上に情緒的な性格で、寵愛していた女房が急死すると、絶望して、世を捨てたいと言い出していました。これを、兼家は絶好の機会と考えたんです。皇太子だった一条天皇が17歳で即位すると、藤原北家による摂関政治の全盛期が始まります。次回は、番外編として、弘法大師の法力対決をご紹介します。このチャンネルでは、歴史伝統文化と、それに基づく日本人の精神性をご紹介しています。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。